ジャマルクリーントロスブラックマンはイングランドロンドンクロイドン区出身のプロサッカー選手。ロサンゼルス FC 所属。ポジションはゴールキーパー。2006年、チェルシー FC の下部組織に入団。2011年10月のプレミアリーグアーセナル FC 戦で初めてトップチームのベンチに座った。2011から12シーズンはトップチームのトレーニング参加と 並行して U18 チームの試合にも出場し FA ユースカップ優勝を果たした。2014年8月、2015年1月までの契約でフットボールリーグチャンピオンシップのミドルズブラ FC にレンタル移籍。2016年3月、2ヶ月間の短期レンタルでエステルスンド FK に加入。2016年8月、 フットボールリーグ2のウィコムワンダラーズ FC に2017年1月までの契約で加入。1月、レンタル期間をシーズン終了までに延長。2017年7月、シェフィールドユナイテッド FC へ、レンタル移籍。2018年7月、リーズユナイテッド AFC へ、レンタル移籍。2021年9月14日、ロサンゼルス FC と契約した。 u 16年代から世代物イングランド代表に選出されている。ありがとうございます。